ねえ、ちょっと待って。うん、かわいい。エリカです。メイです。レナです。ナナです。マトイです。私たちリンクルプラネットです。はい、今回はみんなで私服の交換をしちゃいたいと思います。イエーイ。じゃあまずは、みんなが今着ている私服のポイントを話していこうと思います。はい、じゃあマトイちゃんから。はい、と私はもうラフな格好です。うん、でと普段大学で着てるような格好で、ざっくり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 。かわいいピンク、ね、動きやすいです、めっちゃ。じゃあ私、はい、私ポイントか。でも私さ、夏とか、うん、春夏は結構かわいい系の服を着ることが多いんだけど、ね、うん、冬、秋冬になると結構こういう感じ、ね、かっこいい、シック、うん、感じになるんだよね。うん、このパンツがマジでお気に入り。パンツかわいい、めっちゃかわいい。歩いてる時にさ、これヒラヒラしてる。そう、赤が目立つんです。おしゃれ。これがポイントです。おしゃれ。じゃあ、はい、次レナ。レナは、うん、なんかどっか遊びに行くとかだったら、うん、めっちゃスカートとか履くんですけど、うんうん、そういう仕事の時は、うん、とにかく、うん、暴れたいんで、暴れたい、動きまくりたいんで、あのこういうズボンを私は履いてます。うん、で、腹がミニ丈、ミニ丈っていう、うん、なんか今時や、うん、でも今寒いんで、うん、めっちゃ寒くてあの上着くるまりながら来ました。冷やしちゃダメよ。以上です。はい、じゃあ次メイちゃん。メイはポイントとかはないんですけど、うん、カラフルが好きなので、うん、まあとりあえず黄色と青みたいな、うん、あとこういうなんか、うんうんうん、おしゃれじゃない、うんうん、フレアね。なんかそう、フレアっていうの、そう、なんか光によってさ、そうキラキラするズボン、テカテカして肌触り良さそう。確かに超履きやすいよこれ。みたいな、あのちょっと変な服が好きです。はい、うん、私は今流行りのパーベストです。うんうん、で中はちょっとかっこいい感じのレザーのショーパンで、で靴もレザーの、その膝下のが欲しくて、よく膝上とかはあるんだけど、膝下のレザーのヒールのにしました。かわいい、ね、かわいい、お気に入りです。白黒で、ここ、ね、いい、そう、白黒でまとめました。良いね、良い、かわいい。おしゃれがいっぱいだ、ね、じゃあ早速、私服交換をしていこうと思います。はい、はい、じゃあまずは誰が誰の服を着るか決めましょう。確かに、はい、これ重要だね、うん、重要だね、重要、楽しみ。リブラ、はい、この名前の書いてある札で決めちゃおうと思います。今からミニゲームでカードをシャッフルして引いた人の私服に着替えます。うん、じゃあ私がシャッフルしようかな。お願いします。ナナちゃん重要、重要、重要だよ、重要。渡されちゃった。じゃあ自分が自分の名前引いちゃう可能性あるから。確かに重要だよ。バック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 。リブラ、はい、シャッフルできました。おー、じゃあ回していこう。お願いしちゃうよ。こうやってるの？あ、じゃあ、一回そうか。誰かな？待って待って。ゆうかぐるぐるしてるから。じゃあ待って、歌いながらなんかシャッフルする。何歌う？やっぱもう作って組み立ててじゃあサビ歌うか。いっせーので、作って組み立てて色塗ったらま不思議、モノクロの世界がカラフルになるの。ストップ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 。サビ終わる前にもストップストップ、ストップ、はい、決められました。はい、じゃあどうやって、いや、行く、じゃあ行きましょう。みんなでバッてあげる、はい、せーの、じゃん。おお、おお、めいちゃんだ。レナ、なんかすごい組み合わせ。待って、誰もあれ自分の飛行だった、すごくない？すごい、エリちゃんの着たかった。あ、ほんと？やった、嬉しい。やばい、私レナ想像つかない。レナとまた結構ガーリーかもしれない。ガーリーだよね、ガーリーだよね、真反対だよね、真反対、クール、え、楽しみ、クール、似合うかな、似合うかもよ、楽しみ、楽しみ、新しい発見、うん、はい、確かに。じゃあ早速私服に着替えましょう。はい、ゴー！リブラ、
ファッションショーを終えてどうだった？どう？みんなの服、新鮮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 、一番新鮮、一番新鮮。私もなんかもう自分が自分じゃない、うん、ほんまにもうね、レナはマダム感すごかった。マダム、マダム、もうね、でも私逆だな、いつもさ、うん、クールな雰囲気でいるから、うんうんうん、どうやってしようみたいな、うんうん、でもなんかとりあえずウキウキ行こうみたいな思っていて、帰る時にちょっと巣に戻ったいつものいつものまといに戻った、いつ若干若干若干戻ったと。じゃあせっかくじゃけんさ、みんなで写真撮ろっか、撮りたい、一人ずつ撮ろっかな。あ、じゃあ誰から？そうね、まーちゃんから撮ろっか。おー、はい、って衝撃のかわいい、はい、チーズ。なんかさ、はい、嬉しい、ありがとう。次の方、次の方、メット行きます。ポーズ伝授して、可愛い系で、可愛い系、アイドルで、アイドル、ギャギャル、はい、チーズ。いや、ギャルじゃないだろ。え、変えて、え、これ私がいつもやるやつ。あ、それがいい。はい、チーズ、可愛い。じゃあブレーボーを持った感じで、そっち、うん、はい、チーズ、よい、よい、かわいい、ラム出た、マダム、マダム出ました、出ましたよ、マダム級で来たよ。いくよ、はい、チーズねえ、ちょっと違う、ちゃんと集中して。いくよ、はい、チーズ。お、取れた。アップもお願いします。アップも、わおわおね、あ、かわいい。はい、チーズ。え、めちゃくちゃいいよ。え、かっこいいぞ、いいぞ、かっこいいぞ、それいい、めちゃくちゃいい。ありがとうございます。お、いい、あ、ありがとうございます。やだ、はい、ゆいちゃん、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ、いや、不思議な感覚だぜ。かわいい、はい、チーズ、ポッピー、かわいいでしょ、うん、かわいい、はい、チーズ、いいじゃん。え、なんかさ、ゴムもさ、うん、かわいくなって、そう、ゴムもカラフル、そんまや、はい、チーズ、やだ、いいじゃん、かわいい、かわいい、顔が映らなかった、せっかくの下、
はい。カメラを下にする。カメラを下に向けます。スタイルが良くなります。はい。はい、チーズ。私はいつもそうです。はい、チーズ。上を余らすの。はい、チーズ。下を少なくして、上余らして、大人っぽいです。そうです。すごいいいですね。オッケー、はい、オッケーオッケー、撮れました。イエーイ、いい感じ。イエーイ、絶対そんな動きしない、ね、はい、というわけで今回はみんなの服のコーディネート交換をやりましたが、皆さんどうでしたか？もう一回やりたい。おー、やりたい、やりたい、うん、やりたいよね。あ、聞こえる、聞こえる。ぜひあのコメント欄にどの子が好きだったとか素敵なコメントをしていただけたら、私たちがメッセージをお伝えしよっか、うん、直接素敵なコメントを読み上げよ、読み上げますね。たくさん待ってます。待ってます。はい、ではこの動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンと、私たちとリンクした証チャンネル登録をカチッとよろしくお願いします。お願いします。では次回も見てくださいね。バイバーイ。